いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2017年モデル、マセラティレバンテース、グランスポーツをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに飛び石と線傷があり、ボンネットに飛び石とアルミホイル3本にガリ傷がございます。走行距離に関しましては約2万7千キロ走っているお車です。外装色はビアンコアルピ、インテリアはレッドレザーの組み合わせとなっております。マセラティ初の SUV として2016年にデビューしたレバンテでございます。力強いフロントフェイスや21インチのアルミホイル、4本出しのマフラーなどが装備されており、マセラティらしい迫力のあるデザインに仕上がっております。またこちらのお車はグランスポーツでございますので、ラグジュアリー志向を高めたグランルッソとは異なり、スポーツ志向が高められたモデルとなっております。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては3リッター V6 のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は430馬力を発揮します。アルミホイルはブラックペイントの純正21インチのアルミホイルが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。マフラーは4本出しのマフラーが装備されており、マセラティらしい力強いサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。トランク全体十分な容量確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはレッドのレザーシートが採用されております。運転席側に若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションに関しましては純正のタッチスクリーン式ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラと360度のカメラが装備されております。フロント両席、シートヒーター、ベンチレーターともに完備されておりますので、一年中快適なドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはシフト横のスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。またサスペンションに関しましても2段階での変更が可能となっております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。レバンテでございますので、スペースは広々と確保されており、スピーカーはハーマンカードンのスピーカーが装備されておりますので、後部座席の方もゆったりと快適にドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2017年モデル、マセラティレバンテースグランスポーツをご紹介させていただきました。走行距離約2万7千キロ走っておりますが、内外装ともに綺麗な状態を保っております。
高い走行性能と実用性を兼ね備えたレバンテースグランスポーツでございます。こちらのお車には430馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、 SUV モデルではございますが高い走行性能をお楽しみいただけます。また純正のタッチスクリーン式ナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、サンルーフをはじめ快適便利装備も充実した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。